はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ルックブックを撮りたいんですけど、今日はちょっといつもと違った構成にしたくって、いつも私がルックブックを撮るときに準備をするんですよね。まあ必ず、まあ、準備の段階からカメラをちょっと回してみようかなっていう風に思っていまして、で今日やっていくルックブックが、私何回か海外のセレブさんのリクリエイティングアウトフィットみたいな感じで再現コーデをしてると思うんですが、今回もまあそんな感じで再現コーデをしていこうかなっていう風に思うんですけど、今回再現していくコーデをPinterestっていうアプリがあるんですけど、ご存知の方も多いと思うんですが、結構なんかおしゃれな画像が多かったりとか、そのPinterestで出てきたこれ可愛いなって思うコーデを今日は再現していこうと思います。ということで、今からですね、早速そのPinterestを開きつつ、どんなコーデがあるのかっていうのをちょっと探していきたいと思います。こんな感じですね。こういう感じで結構ね、いろいろ出てくるんですよ。ここでお部屋のインテリアな感じを検索したりとかもできるし、こういったコーデとかもたくさんあるんですけど、じゃあ見ていきますか。なんて検索しようかな。ストリートシック、ストリートシックで言ってみますか。あ、かわいい。こんな感じでね、たくさん出てくるんですよ。これならできるかなみたいなのも考えていきながらやっていこうかな。季節的にもう春なので、春っぽい感じのやつがいいかなっていうふうに思うんですけれども、あ、これとか可愛いですよね。これ可愛いので保存します。これも可愛い。ちょっとさっきと似ちゃうかな。あ、でもこれも保存しておきましょう。なかなかね、可愛いのはあるんですけど、これできそうだなって思うのがあまりなくて苦戦中です。結構ね、時間かかるんですよね、この集める作業も。何がいいかな、なんて調べようかな。これ可愛いですね。これにしよう。じゃ、ちょっとめちゃくちゃ時間がかかりそうなので、こんな感じであと数個選んでいきたいと思います。はい、ということで決まりました。あれから結構ゆっくりゆっくり決めていったので、ちょっと時間かかったんですけど、再現するコーデが決まったので、今からこの写真をもとに自分の持ってる洋服と照らし合わせながら、これがいいかな、あれがいいかなみたいな感じで決めていきます。じゃあまずこのコーデですね、まあ、このコーデはデニムとシャツとベストかな。じゃあまずデニムを探していきます。結構いろんな形のデニム持ってるんですけど、これに近いデニムだとどれがいいかな。よし、じゃあまずデニムはこちらにしようと思います。なんか多分シルエットが一番これが似てる気がするんですよね。ちょっとダメージは入ってないんですけど、あと色もちょっと濃いめなんですけど、これでいこうかなと思います。次、シャツとベスト探します。これはスウェットなのかな。なんかスウェットのような気もしません。まあでもシャツでいきますか。シャツが2つあるんですけど、こっちの方がちょっと袖にゆとりがあるので、写真と形がこっちの方が似てると思うので、こっちを使います。そしたらあとはこのベストですね。ベストなんですけど、ちょっと私はこういうピタッとしたベストではないんですが、カラーが似てるベストを持ってるので、ちょっと黄色がかったというか、ホワイトぐらいのベスト、これでいきたいと思います。じゃあ1コーデ目はこんな感じかな。小物は後でやりますね。続いてのコーデもいきますか。このコーデもまあ似た感じですね。シャツにデニムに黒のスウェットかな。こっちのデニムの方がちょっと色がもう少し薄い気がするので、こっちのより薄い方のデニムを使っていきたいと思います。このデニムにシャツはさっきのシャツでいけると思うので、あとは黒のスウェット、スウェットはこれかな、こちらでいきましょう。私がだいぶ前にプロデュースしたグッズですね。まだこの時はグッズのスレッドが真っ黒でノーマルな感じなので、これを使います。お、順調順調。次、このコーデいきますか。このコーデはスウェットパンツに白 T にトレンチコートなので、これスウェットパンツ白だよね。
まあ、白 T はこれでよしで、スウェットパンツもこれが合いますのアベマのやつ、これで OK で、トレンチもあるんです。持ってきます。トレンチはこちらですね。はい、あるのでもうこれで完成。じゃあ次これいきますか。これも白 T にベストだよな。ベストにレギンスにちょっと長めのコートかな。まあなので白 T はこれで OK で、ベストがさっきのホワイトの色違い、これが黒なのでこのベストで OK で、レギンス持ち、あれがあるな、普通にトレーニングウェアがあります。こちらトレーニングウェアがあります。これで OK でしょ。そして黒のコート、こちらですね。よし、これで OK かな。じゃあ残りもこんな感じでコーデ組んできます。はい、ということで今全部コーディネート組み終えたので、早速本編のルックブックをやっていきたいと思います。では完成したピンタレストの再現コーデこちらです。Boss, boss, baby, I'm a boss.
leave the mansion running even when the power's not. I make it here with all them pennies and them dimes I got. Cause every day and every night, you know that I'm living large. But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs. Gonna get a pimped out two-door Honda Civic. You know how I handle my はい、ということでこんな感じでした。いかがでしたでしょうか。今回はルックブックの裏側もちょっと皆さんにお届けしようと思って、再現コーデの時はこんな感じでピンタレストとかで再現できそうなコーデを探してそれを保存して自分の持ってる洋服で組んでみてルックブック撮るっていう感じになっております。やっぱりコーデ組むのも探すのもすごい大変だし、着替えたりとかね、こうやって撮るのも大変なんですけど、でもすごい私は楽しくやれているので、今後も多分ルックブックは結構上げられると思うので、まあぜひこれからも楽しみにしていてください。またなんかリクエストもちょこちょこいただいてるんですけど、もしなんかこういうコーデが見たいとか、この人のコーデ再現してほしいとかっていうのがあれば、ぜひまたリクエストお待ちしております。はい、というわけで今回こんな感じでですね、ルックブックとルックブックの裏側を紹介してみました。楽しんで見ていただけたらと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。